北西学園女子中学高等学校は、北海道札幌市中央区南四条西十七条目、二の二にあるプロテスタント系の私立中学、高等学校。生徒数は七百七十二人、教職員数は五十二人、事務職員数は十四人である。八百八十七年、アメリカのニューヨーク州出身の長老派の伝道師、サラクララスミスによって創設されたスミス女学校を、 前身とする。スミス女学校は学校の運営母体である学校法人北西学園の前身であることから、北西学園女子中学高等学校は学園内では最も古い歴史と伝統を持つ由緒、ある学校でもある。本校は日本女性の自立を願って開校され、英語教育やキリスト教的な心の教育にも力を入れている。部活動も盛んであり、 演劇部は1976年の第22回全国高等学校演劇大会にて最優秀創作脚本舞台美術の大会史上唯一の三冠を記録新体操部は全国大会の常連として知られる札幌市の木となっているライラックはサラクララスミスがアメリカの自宅から札幌に持ち込み繁殖したものであり当時のスミス女学校と 北大植物園にそれぞれ植樹がなされたのが始まりである。スミス女学校に植樹されたものは戦時中に敵国の木として伐採されてしまったが、北大植物園では現在でも一番古い株として当時からの歴史を引き継ぐライラックを見ることができる。制服は1933年に制定され、デザインは当時と基本的に変わっていない。上下根のセーラー服に 黒のスカーフを合わせ、スカーフのちょうど結んだところに星型の交渉をつける。また、襟には一本の白いラインが入っており、両端に星の刺繍を施している。この星型の交渉は、暗い世にあって星のように輝きなさいという聖書の言葉から取られたものだという。渡辺真由が全国の制服を着用した姿を掲載した写真集。 渡辺友制服図鑑最後の制服を発売するにあたり、日本全国から可愛い制服写真を集営者が募集したところ、本校の制服が採用され、写真集に含まれることとなった。ありがとうございます。